ゲートの場合は層が厚いですからナショナルチームの一員になるだけでも大変ですもんね。はい、そうですね。そのユルチェンコ選手の今これは演技が始まりました。3種目目の平均台、現在のところトップです。後転跳びから後方のスワン、これも綺麗に決めています。 CD ですね。はい、足の線が綺麗に出ています。優美さを出せる選手のうちの一人でやります。なかなか鼻筋の立った綺麗な顔です。プロポーションも抜群、まあ、いわばかつての体操のチャンピオンでありました。83年のブダペストの世界選手権のチャンピオンです。ユニバーシアードは2連勝しております。これは史上初。昨年は日本にも来ておりますのでおなじみ。一つのここは見せ場です。安定してますね今のところは。はい、1メートル、はい、1メートル56センチ、45キロ。尊敬するスルシチェワ選手が審判として見ています。スルシチェワさんが審判として見ています。最後ですね、ロンサードから、はい、抱え込みの2回宙返りですね。あ、最後のところでちょっと尻餅をついてしまいましたね。もったいないですね。もったいないですね。やっぱり具志堅さん、こういう国際大会っていうのはフィニッシュがあれでしょう。